暑い。ありがとうございます。ね、まあね、ちょっと話した通りで、まあ、もう33回目で毎回呼んでもらって本当に感謝ばっかりです。まあね、今いろいろとねやりづらい、時期だったのが、まあ、ちょっとずつね良くなって、これも少しライブ増えてきて、本当に気をつけなきゃいけないこともね、これからもできると思うんですけど、いい流れじゃないかなと思います。ぜひね、シーンのサポート皆さんよろしくお願いします。ほんでね、まあ、我々も長野市の田舎の、ね、バンドなんで、まあ、市内の方でもね、もともと少なかった客がもうコロナで全員いなくなっちゃって、寝たら全員死んだんじゃないかと思ったんですが、まあ、ちょっとこれでね、また再開していこうかなと思うんで、もしね、田舎も観光がてら、遊びに来てくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。暑いな、今日ね。やべ、暑いですな。暑いですね。最高です、ありがとうございます。じゃあ告知もあるか。5月7日、なんですが、浅草エクストリームで一応ねアルバム出したとコロナになってもう2年経っちゃったんで、一応2周年の、ライブツーのね、5月7日、浅草ゴールドサウンズで一応やる予定なんで、よかったら遊びに来てお願いします。じゃあ、 あと5月遡って3日なんですが、まだちょっとふわっとしてるんですが、戸隠の、某倉庫でまた倉庫でデスメタルやるぞという企画をやってまして、戸隠ね、長野市のすごく綺麗な森とか、神社とか歴史のある土地でね、ぜひ観光がてらに神社デスメタルでちょっと覚えてもらって、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。まだ全然詳細決まってないんです。そんな感じです。ありがとうございます。やだい、じゃあね、3曲、続けてやって、今日はね、終わると思います。じゃあ、ありがとうございました。でした。
してくれ。私は特に、ですね、もう新作出す出す、もう2年目だからね、そろそろ出さないと。いい加減にしろ。いい加減にしろ、すいません。ちょっとね、いろんな人からちょっとお前ら本当やってんのかって言われるんで、ちょっとね、早めにちょっとやりたいんで、今年は何か出すんでね、ちょっと皆さんよろしくお願いします。じゃあ、じゃあアンコールで1曲やって終わると思います。